いやもうオープンマイク一緒にサチションできて本当最高だったですけど、ありがとう、ありがとう。あれですよ、もうこれは打ち上げみたいなもんですからね、この回は、うんうん、なのでちょっとやっぱ息が合うね俺ら、ちょっと若旦那さん喋っていいっす、どうぞ。あのですね、これ今見て通り一列並んでるんで、せっかくなのでゲームリーダーね、はい、ハンクね、リーダーリードしてください、ゲームリーダーハンク、ミッション出してください、いきますよ、はい、せっかくなんで、はい、テンビートの皆さん、この曲はあまりわからないかもわからないですけど、まあ、ゲーム性を持つということで、はい、次の曲を1行ずつ一人一行ずつ歌って回していくっていう、おっとやりましょう、いきなりカラオケであるやつ、すごい荒れ玉掘ってきますね、全然マジで急に緊張してきた変な汗かく、1行ずつ、うん、1行ずつね、もう十分十分かっこいいのをやらせていただいたんで、10フィートの音の上で、今度俺たちの音の上で乗っていただくのはこういうゲーム性の方で、オッケー、打ち上げでオープンマイク、うん、まあこれも1回しかないってことで、オッケー、歌えるか歌えないか1回しかないって言われて余計膝震えてしゃやってやるよ、あれですからね、歌えなくても飛ばしていきますから皆さん、続くのね、そこは飛ばしてくれるぐらいね、なるほど、もうみんなが引っ張ってくれる、なんだったら順番もどん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 回っていく感じの、オッケー、なるほど、戻ることはできない、順番も変わんの、変わっていってもいいんじゃないですか、その究極なんかも、その辺ごちゃっとして、ね、たまに後ろにいる BQ が入ってくるパターンも、ーなるほど、ここは俺が預かった説浮上、そうそう、俺任せろってやつがじゃあ行きましょう、okay. BK、Let's go、 や、俺たちならできる、できる、絶対できる、絶対できる、やってやる、じゃあまずは一応俺のパートから始まるんで、俺から行くんで、その次のラインはたくまくん、 OK、Right、 OK、Alright、 湘南の風10フィート遊びながら歌うぜ、 Hey, have to sing for me、 Sweet Land の花のように朝日に向け今日も歌う、水面の花のようにこの想い水面に光る、花びらが流した涙、あなたは笑えていますか、まくる季節が来た、やっぱくなれるのは誰、さあ誰だ、
き事なんて言えるかバカ野郎が寂しくなんかねえ。さあ自分との戦い勝てば大切な人に会えるはずさ。頑張ってればお天道様が必ず褒めてくれるさ。誰一度君に包まれたくて走り抜けてきたよ。いくつもの美景ゾーン、やっと出会えた真夏のジャンボリー。レゲエ砂浜ビッグウェイ、ワルノリの食ありめちゃゴリゴリウェルカムウィーケン。灼熱のジャンボリー暴れまくっていいぜ。染めな入りました入りました入りました。こいつあこいつ、はい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 。夏の日差しがまぶすぎて本当の笑顔見えなくなって、空を見上げることを忘れ地面向いて足踏みしてるんじゃね。約束された走ったなんてね、当たり前なんて思ってるんじゃね。朝が迎えに来る幸せ、残った。花びらが流した愛があなたに届いていますか。わからき小さなこの涙、笑い声になるまで。ああ勝ったのは小一、ああみんなで固く組む感じ、オープンマイクがすげえ楽しかったのに、こんな感じで終わってごめんだけど言わせてね。濡れたまんまでいっちゃって、まだ始まったまんまで知らったシーズン、夏は好きだ。やっぱりケンミーちゃん最高、ありがとう。オープンマイクありがとう。そしてオープンマイクありがとう、ありがとう、ありがとう。はい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 。じゃあ最後皆さんいきますよ、はい、最後。濡れたまんまで濡れたまんまで濡れたまんまでいっちゃって。わちゃわちゃした。あもう大作戦だね、これは。大丈夫か。わちゃわちゃしたな。ね、わちゃわちゃした。楽しかったね。うん、おじさんが。え？おじさんがわちゃわちゃしたな。楽しすぎたしか答えがないっていうのはいい終わり方ですよ。じゃあ本当。おっしゃ行くで。おっしゃ行くで。はい、せーの。よいしょ。はい、乾杯。OK。準備。あうま。あ夏爽快、香り爽快、もう夏に向いちゃってるから、うんうん、うまい、うまい、うまい。なんか曲募集して、募集かけて、うん、リクエストもらって選んだよな、はい、うん、ありがたい、ありがたい、ありがたい。でもやっぱスーパー銭湯はね、うん、やっぱりリクエストだね、あやっぱり大事、あそう、そっか、そう、ね、やってるもんね、俺らね、もうすもう自分たちの出番までがもうワクワクしちゃって、それまではもう最前でお客さんとして聞けて、うん、その最後になって行って混ざれる、ね、毎回同じとこで間違えて出ちゃうちょっと早い、ちょっと実は早い一回ハン君も結構前半目に来そうならへんかったっけそうそうあれこっちこっちは見えてるからああハン君来た、はい戻ったみたいな
リクエストくれたのに水蓮かあれで大丈夫だったかな。いやほんまちょっと助けてや炎上しそうになって、めっちゃ一生懸命やったけど、あれでもあれもうここでしか見れへん。そうだ、まあまあね、激レア、それはそう、しかも激レアです。一生懸命さは伝わったと思う。ああ、そうね、ほんまに一生懸命さ伝わらへんぐらいヘボくなかった。だから必死にめっちゃ頑張ってんけど、飛んで相撲戻って。でも大ゼロ感はもうめちゃくちゃ嬉しいです。光栄です。やばかったね。ね、嬉しかった俺。あんなに一番近くで聴けてんのも嬉しいし、俺らも初めてやもんな、その歌と歌 で, っ歌でなんかそコラボみたいなの。そうです。大ゼロ感で。いやもうあれはそれこそだよ。それこそ10ビートファンの人たちに怒られちゃうんじゃないか。いや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 、もう大丈夫。やっぱりあれ CD 出してくださいって言われるかもしれない。このまあ、事務所さんお願いします。許諾の方だけこのバージョン大丈夫かな。いやでもあれは俺映画館で見た時も感動したな。俺これ友達なんだよねとか言って知らない知らない隣の人に、ね、俺友達なんですよ。親戚のおじさんバイブで、そうだ、まあ、待ってるんですよ。嬉しいけどびっくりするな、急に言われた。こんなん急に言われたいやロッキンワールドもめっちゃ久々に、ね、覚えてた覚えた覚えた覚えてた覚えてた、うん、なんかやったら全然久々感なかったね、うん、なんかあれは、うん、スッと入れてもうだから俺らはさ、そりゃスッだけど、うん、まああの曲歌ってるけど、そうそう、こう3人がやっぱすごいよ。そうね、そうだね、だって20年前ぐらいだよね。そうやで、うん、そうでしょ、そうやで、大作戦で一回やったな、そうだね、大作戦 で、あれ以来俺らも演奏よくさ、この忙しいスケジュールの中あれトライしてくれたよね。いやそれが意外と俺らもこの間ツアーというか自分らのイベントの時に、うん、リハでちょっとだけやっとこうやって、ね、うん、20年ぶりぐらいにあの大作戦以来や、うん、やったんやんか、うん、ほら意外と結構大方いけてんの、体に入ってるんだね。冷蔵庫の中の凍りついた愛を出してきたようにもうチンしてすぐバンってできた、これはいけるんじゃないかみたいな。年々上手くなってきてる。やっぱ昔の曲って意外と忘れへんし、ね、確かに確かに、うん、覚えてる、ね、直樹がこれまたをスワッてやってた、はい、すごいよね。あれね、何回もやるとちょっと本当に下げちゃうんで、そのまま直樹が2つになってる。マップだぜ。あれってやっぱやってると年々どんどん下がっていく。年々ちょっとずつね、下がっていく、うん、最近ライブで座っとるからな、ね、そのままペタンって、そう無理やりこう開いていって、そのままもうそのうちバタフライナイフみたいな。こっちは届いちゃって、俺なんかそれ持って帰る。一回回ってこう。ただ下げてるだけだ。いつかはオリジナルの曲でもね、一緒に、まあ、いい前ね、作りたい、今できたらやりたい。今回一緒にやらせてもらったまんまで、なんかツライブとか回りたいとかして、ああ、絶対お客さん盛り上がると思う。喜ぶわ。何より俺らが盛り上がるからな、うんうん、楽しいもんな。そうだね、その時には会場にはもうジンビームが置いてあって、いや、めっちゃいい、ね、ほんま、ジンビーム、ほんと美味しい。いけるよ。ハイボールしか飲まないハイボールしか飲まないし、もうよろしくお願いします。もう美味しくて美味しくて、あ、普段から飲んでんの？俺、はい、もうジムビーム大好き。あ、そうなの？ジムビーム大好き。2回やった、大事なもん。どれか、これは結構飲んでる。いつも隣にジムビーム。正統派で言ってね。